朝鮮の歴史的地方区分は、下記の地図のような変遷があった。紀元前108年に男四軍が置かれた。南部には馬艦、新艦、弁艦の三艦があり、原三国時代とも言われる。204年に大砲軍が置かれた。三国時代には、高栗、麗、だら、しらがあった。しらは三国を統一してから、九州、つい州、倉州、熊州、全州、 武州、商州、両州、公州を定めた。五三国時代には、五高くり、五くだら、白木があった。高来では、九百九十五年二十道、中原道、河南道、江南道、霊南道、三南道、海洋道、水立方道、青道を置き、千十八年には五道領海、京昭道、全羅道、公州道、西海道、北海、 東海を置いた。李氏朝鮮では、朝鮮八道が定められた。1895年には23不正となったが、1896年には13、未知性が定められ、日本統治時代の朝鮮でも引き継がれた。朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国では、各地図の通りである。ありがとうございます。